皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回紹介したいゲームはこちら、ロードストー戦記ディードリットワンダーラビリンスです。あの一世風靡した日本のファンタジー作品ロードストー戦記、その世界観を元にメトロイドバニア系のゲームにしたのがこの作品。そしてグラフィックはドット絵になっていて、このドット絵がヌルヌル動く。今回はこの作品の紹介とともに、ロードストー戦記を知らない方にもわかりやすく簡単にお話ししていこうと思います。まずこの作品のお値段ですが、2200円となっています。一通りクリアした感想ですが、個人的にこの面白さで2200円は買いの一択。ロードストーを知ってる人でも、知らない人でも楽しめる内容にはなっていますが、せっかくならロードストーがどんな物語なのか知っておきましょう。私もこのゲームをするにあたって、ロードストーの物語を見てきました。このゲームの主人公は、ハイエルフのディードリットちゃん。原作ロードストー戦記では主人公パーンの相方、ヒロイン的存在である。ちなみにこのゲーム、ロードストー戦記の著者水野陽さん監修のもと作られています。なので世界観や物語などとてもロードストー戦記好きにはたまらない出来になっています。呪われた島、それがロードストーである。そのロードストーのアラニア王国領の村、ザクソンという町に主人公パーンがいました。そのパーンを中心に、ハイエルフのディードリット、パーンの友人エト、魔術師スレイン、盗賊のウッドチャック、ドワーフのギムが集まり冒険をしていきます。ロードストー戦記の1作品目は1988年4月に発売された、ロードストー戦記灰色の魔女。その後1993年3月に結末を迎える7巻を発売。ロードストーは英雄戦争の最中、バリス王国とマーモ帝国が戦争していた。暗躍していたのは灰色の魔女と呼ばれるカーラ。そのカーラを追い倒すために長い長い冒険をすることになる。ロードストーの歴史を見ていただくとわかるのですが、いつも戦争しているんじゃないかというぐらい戦争してます。国と国との戦争による人間ドラマや、策略や戦いなどの人間の裏の顔だったりカーラを追いながらいろんなことに巻き込まれ、解決していきました。主人公パーンが全て解決しロードスの騎士と呼ばれるようになった後のお話がこのゲーム。約100年後の世界を描いたそうです。ディードリットはハイエルフ族、寿命が長く永遠の乙女とも呼ばれていました。そのハイエルフと人間のパーンの100年後のお話、察する人は気づいちゃうかもしれませんが、そんなお話。ステージは全部で6ステージ。難易度はやや難しい程度。頑張れば誰でもクリアできるのではないでしょうか。全クリアにかかった所要時間は約5時間程度でした。それでは、ここからこのゲームの面白いところをサクサクっと紹介していきます。まずはグラフィックですよねー。これドット絵なんだぜ。そしてこのドット絵が大いに動く。今は剣を装備していますが、斧やブーメラン槍など武器も豊富で、その種類ごとにモーションが違います。初めてやった時はその綺麗な動きから思わずすげー、と声を上げてしまいました。クリアしたら全武器解放や、全精霊解放した状態で最初から遊べるようになります。まあいわゆる強くてニューゲームってやつですね。その逆で HP を常に12といういわゆるお渡し機でのプレイも可能です。ディードリットはハイエルフなので精霊との親和性が高く、原作でも風の精霊王人や、破壊の炎の精霊王イフリートを解放し、精霊を召喚して戦っていました。このゲームでも色々な精霊を操ることができます。その一つ、風の精霊シルフ。これによりホバーリングで浮くことができるようになりました。右下に見えるサイコロの目、このゲーム属性が命でこのサイコロの目が高いほど、その属性に耐性があることを示しています。逆にサイコロの目が低いほどその属性が弱点となっています。そして、ここで2つ目の精霊サラマンダーをゲット。サラマンダーは樽などの簡単なものを破壊することができます。この3つの精霊をうまいこと使いクリアしていきます。この3つの精霊、レベルがあってマックスは3レベル。風の精霊で攻撃し敵を倒したりすると炎の精霊のレベルが上がります。使用している精霊とは違う精霊のレベルが上がるということ。そしてレベルが3まで上がると HP が自動回復していきます。この仕様がめちゃくちゃ良い要素になっていて、この精霊の使い方次第で難易度が上下するって感じですね。HP を回復させる手段は、この精霊の自動回復、セーブポイント、アイテムを使うかなんですが、回復アイテムは道中で買うのみ。ボスと戦っている時はセーブポイントなんてないですから、精霊の回復かアイテムに頼ることになります。
の義務がアイテムを売ってくれます。お金は敵を倒すともらえます。ヒーリングポーションは150ゴールドで所持金は180、量は高いんです。今は全武器所持してのプレイなのでポーション買えますが、本来ならば武器を買いたいんです。ポーションなんて買ってられないんですよねー。なので精霊の自動回復をしっかり使い戦っていくことになります。個人的にこの仕様が刺さって面白いなと感じました。精霊のレベルは攻撃力にも影響があって、レベル3は倍ぐらい攻撃差があるような気がしました。メトロイドバニア系のゲームは好きでよく遊ぶのですが、本当によくできたゲームだと思います。ぜひ皆さん遊んでみてください。ディードリットにとってパーンとの旅は最高の思い出、そして最高の相手だったはずです。パーンを追っていくと、ロードストーを知っている人なら馴染みがある人物が出てきます。ピロテイスちゃん、総主人公パーンのライバルとも言われる暗黒騎士アシュラムの恋人。最初は OVA 版のオリジナルキャラクターだったみたいで、その後原作にも出てきて重要キャラになったとか。強くてニューゲームでやってますのでさっくり倒せてますが、本来なら結構苦戦しますよ。あ、そうだ、言い忘れてました。敵からの攻撃も属性攻撃が多いです。炎攻撃ならこちらも炎の精霊を召喚していればダメージを受けません。なのでよく敵の攻撃を見て精霊を切り替えていく必要があります。ざっと私が面白いなと思った特徴はお伝えできたかなと思います。気になった方はぜひ遊んでみてくださいな。本当におすすめな作品です。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の面白いゲームでまたお会いしましょう。